まあ、今回の話題はあれです。皆さんスリーブどんなの使ってますかとか、そんなんじゃ全然ないんです。上手い人はどんなスリーブ使ってんのかって話ですよ。要は。上手い人っていうのかな。やっぱちょっとデュエルマスターズやってる歴が長い人ですね。まあ、どんなスリーブ使ってんのかなっていう話。やっぱそのカジュアル層の方々って気になるんじゃないですか。やっぱそういうの。まあ、上手い人に聞いたんですよ。僕がそんなに始めたばっかりの頃。でしたら、その、おやつ M とかよくわかんないこと言われるんですよ。おやつ M ってなんやねんって話ですよ。で、おやつ M っていうスリーブをめっちゃ店で探したんですけど、全く見つからないんですね。なんじゃそりゃと。で、まあ、今になってようやくわかったんですよ。それが。で、まあ、今回はそれについての紹介です。おやつスリーブっていうのがありまして、ちょっと見せますね。こういうスリーブになります。種類は本当に死ぬほどあります。2、30種類ぐらいあるんですけど、実際は。まあ、代表的なやついくつか持ってきました。持ってきましたっていうか、2017年の1月4号にですね、おやつ CS ウィンターっていう、まあ、クソでけえ大会があったんですよ。なんか本当にうまいプレイヤーしか集まんないような大会があったんですけど、その時にですね、物販がありまして、まあ、限定品を買えるということで、そこでしか売ってないやつです、こいつらは。一応インターネットショップでも少数だけ売ってるんですけど、そういうのはもう一瞬で売れちゃうので、まあ、そんなわけで、まあ、物販で買うのが一番、まあ、可能性としては楽な入手方法になります。まあ、おやつ CS はですね、参加するだけでもだいぶめんどくさいんですけど、参加費がまず2000円かかるんですよ。で、その参加賞にもらえるのがこのおやつフォーラムっていう、まあ、フォーラムスリーブと言われるやつなんですけど、これ多分上手い人で、なんかよく、なんか、なんつうかな、無地っていうのかな、一色だけ色ボンってある人いると思うんですけど、大体そういう人たちはフォーラムスリーブ使用してます。これはですね、本当に濁りのない一色なんで、その綺麗なんですね。色が綺麗ですし、ちょっとこれ固めにできてるんですよ。固めにできてるので、まあ、カードの保護性能もすごく高くて、俗に言うシャカパチってやつもすごくしやすいんですよ。なんかシャカパチやすいやつは大体上級者に好まれるんですけど、なんでかわかんないですよ。このフォーラムスリーブっていうのは存在にすごく知名度があるので、正直対戦相手がこのスリーブ使ってたら、あ、こいつできるわってなるんですよ。本当にスリーブだけでプレッシャーを与えることができるのは多分このスリーブだけだと思います。無地だと特に。で、まあ、こういうちょっと特殊なスリーブ、まあ、このようにあるってことを、まあ、知っといてほしいんですけど、まあ、こいつらもですね、実はですね、その物販で買うとですね、これ200円だし、これ250円だし、これも、こんな250円くらいだったず。で、これは350円かな。とか、そんぐらいなんですけど、これ、インターネットで買おうとしたら、まあ、大体1個平均600円くらいはするんですよ。こいつになってはもっとしますね。もう800円、900円平気でします。なんでやと。で、もう単純に、入手方法がそれしかないからなんですよ。毎回毎回プレミアつくんですね。なんで、もうインターネットで買うときはもう、なんかプレミアついて正直手が出せないんですよ、初めての人って。スリーブに3000円もかけれますか？無理ですよ、本当に。上級プレイヤーになってくると、なんかそのカードに平気で金かけ出すので、スリーブの2、3000円なんかどうも思わなくなるんですけど、始めたばっかのうちにスリーブに3000円かけようなんて思うやつは一人もいないんですよ。ですけど、やっぱ使ってみたいって思うじゃないですか。で、まあ、僕もやっぱそういう時期があったので、で、今回はですね、まあ、ちょっと頑張りました。こちら全部プレゼントしようかなと思います。企画ですね。はい。で、いろいろちょっと軽く説明しますね。まずこの MHM っていうのは、俗に言うインナースリーブってやつですね。デュエルマスターズのカードに最初に入れるスリーブのことですね。M はまあ大きさの M ですね。で、この H って何かっていうと、これハードタイプって意味です。要は、硬いんですよ。カッチカチなんです、このスリーブ。これなんですけど、本当に、全然曲がんないんですよ。普通のスリーブだったら、本当に余裕でこうやってクシャクシャってできるんですけど、この手のスリーブは全然、もう、本当に硬いです。マジで、硬い。もう、硬さを好む人は、もう、これですね。もう最高品質です。カードスリーブのサイズも、デュエルマスターズにぴったりになってるので、もう、完璧なスリーブだと思います。で、理想形は、まあ、こういうスリーブに、フォーラムスリーブを置いた後に、L サイズのスリーブ貼ってあげると、もう最高ですね。これもフォーラム、フォーラ、ザ・フォーラムスリーブって感じです。で、次ですね、このフィットエルになります。フィットエルは、確かこれの上には無理だったかな。ギリギリ入らない気がします。で、これはあれですね、よく、皆さんが使われているキャラスリーブの上に使ってあげると、まあ、いい感じになります。まあ、どういい感じになるかはね、まあ、ぜひ使ってみてほしいんですけど、そうですね、まずこの透明度が高いんでね、その1個前のスリーブの色を妨害しないんですね。まあ、正直僕的にはそれだけでポイント高いんですけど、あと、ちょうどいい硬さなんですよ、これ。で、ちょうどいい硬さなので、使用感も抜群にいいです。まあ、すごくおすすめの品ですね。
愛用のスリーブのメインでもつけてあげるがいいかなと思います。で、このマットエルですね。マットエル、ちょっと特殊なスリーブになってまして。で、このマットエルなんですけど、最大の特徴は、まあ、片面は、これと多分同じような素材使ってるんで、まあ、透明度の高いスリーブなんですけど、裏面がですね、ちょっと、曇りがかかったような感じになってます。で、これですね、実はものすごくサラサラするんですよ。なんか本当に手で擦るだけでも音が鳴るぐらいです。サラサラ同士でやると、これぐらい音鳴ります。普通だったら、これぐらいですね。全然鳴らないです。で、片面だけだったら、まあ、これぐらいですね。まあ、半分ぐらいの音になります。これですね、ものすごく、シャッフルがしやすくなります。まあ、僕的にはこれおすすめですね。なんかスリーブ同士くっつかなくなるので、僕これ愛用してます。普通に好きです。で、まあ、これはあれですね。フォーラムの上にもつけてあげるといいかなと思います。なんか、僕最初、この上にフィットオイル入るって聞いてたんだけど、なんか、今回黄色のやつ入らないみたいな噂を聞きまして、まあ、ちょっと、これは一回ご自分で試してみてほしいです。こっち無理だったら、ま、このマットオイル使ってあげてください。で、まあ、本当はこの4つのプレゼントにする予定だったんですけど、買ってから気づいて、その、これとこれ渡してさ、メインのフォーラムなかったらさ、何にもできないじゃないですか。何にも作れないじゃないですか。フォーラムだけ自分で買わないといけなかったら意味ねえじゃんって思いまして。じゃあもう仕方ないからってことで、今回これつけます。5点セットになります。これインターネットで買おうとしたら平気で4000円超えてくるので、そうですね、スリーブにお金かけたくないけど、使ってみたいなって方、もうぜひ応募してください。できればですね、使ったことがない人に、応募してほしいんですよ。なので、まあ、てか、使ったことがない人に当たってほしいんですよ。なんで、まあ、いかに自分が使ったことないかですね。ぜひ、まあ、使いたいか、まあ、アピールっていうか、まあ、コメントしてくれれば、僕、そっから、今回はもう、抽選ツールとか使わずに、目で選びますので、まあ、なんか、ちょっとそれっぽいコメントください。まあ、なんで目で選ぶかっていうと、これは前回のプレゼント企画見てもらったらわかると思うんですけど、抽選企画にするとめちゃめちゃめんどくさいんですよ。もう、それが理由です。はい、以上です。まあ、でも、コメントは全部しっかり読む予定なので、皆さん、振るって応募してくれればいいなと思います。では、以上です。はい、まあ、ちょっと、まあ、こんだけ、あれじゃないですか。まあ、でも、多分、デュエルマスターズプレイヤーにそんな気のいいやつはいないと思うんですけど、こんなにあげちゃって、自分の分がなくなるなんて、フラットさんかわいそうって思う人、まあ、いると思います、やっぱ。まあ、僕のリスナーやっぱいい人多いんで、いると思いますよ。まあ、いると思うんですけど、ご安心ください、その辺は。僕、バカなんで、足りなくならないように、いろいろ買っちゃったんですよ、いろいろ。まあ、多分、もう一生分買ったと思います。なぜか、もう多分、5年使ってもなくならないぐらいの量買ったので、ご安心ください。では、振るって応募お待ちしております。では、お疲れ様でした。もう本当に、こんな感じです、こんな感じ。ジャックポットみたいな感じですね。